こんばんは、時刻は午後6時を回りました。マンデーシュガースポット、ケンジロッチです。ルアルコミアです。ドラゴンスカイです。スメッシュナースシコです。レグスリーです。よろしくお願いします。お願いします。3月8日月曜日、マンデーシュガースポット、この番組はサーラカードの提供でお送りします。今日は愛知大学プレス同好会 AWA のみんなとお送りしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかいつも以上にメンバーが増えてて、だからすごい嬉しいね。そうですね、最後だからいっぱい来てくれましたね。いいね。 YG 以外は AWA 本当の昔のね、歴史をたどると一人しかいなかったっていう謎の団体だったんですけど、そうですね、4人来てくれるとはね、はい、テンション上がりますね。上がりましたね。よろしくお願いします。ということで今日は1年間ずっとラジオ出てくれてたルノワール米田、はい、ラジオ引退式ということでね。いや、引退しちゃいます。もうプロレスで、ね、引退式この間行ったんですけど、選手としてはもう引退を終えて、はい、で今日はラジオとしてのもう引退ということでね、はい、なんか終わりが迫ってますね。本当に卒業シーズンですね。ね、卒業感じさせられます、ね、本当に2月の23、24、先月の、まあ、2週間前かな、はい、ルノワール込めた引退式もあって、引退興行もあって、豊橋の路面電車プロレスもあってということだよね。いや、もうすごい忙しかったです、うん、この辺の話をたくさん聞きたいと思うけど、まあ、ズバリ一言、引退式含めどうやったルノワール。いや、なんか全然自分プロレスラーとしてあんま活動しなかったのに、こんなに盛り上がって本当にありがたい限りだなと思ってます。すごい大人数の方が来てくれたね、本当に、はい、来てくれましたし、セコンドの他校のみんなも本当にいい興行だったと言ってくれたので、すごい嬉しかったですね、うん、いや、よかったよ、はい、なんていうのかな、見てて目がうるうるしちゃったもんね。ありがとうございます。照れちゃうな。なんだろうな、わかんないけど、すげえうるうるした。いや、よかったです。いい試合だった。うん、どうすかい、これから引っ張っていくすかい。いや、もう本当に最後にプレッシャーをかけられまくって、うん、そうだよね、うん、なかなか怖いんですけど。まあやっぱり試合の途中でもあったみたいに、まあ残ってるスシコだったり、うん、まあ、ワイズだったりに、うん、まあ、自分もう本当にルノさんほど うまく立ち回れないんで、うん、まあ、助けてもらいながら頑張っていこうかなって思ってますね、うん、今のところは。ただみんなで頑張ってくる団体になってくるからね、うん、はい、そうですね、ラジオも引っ張っていってもらわないといけないんで。本当ですよ。いや、ラジオが一番不安ですね。うざけんじゃねえよ。うざけんじゃねえよ。喋れるからルノさんが一番喋ってたんで、うん、そうだね、おしゃべりなんで。まあまあまあ、これから期待してるぜ。頑張ります、お願いします。寿司子もどう、裏方でずっとへばりついて頑張ってたけどさ、もうしんどかったですけど。そうだよね。まあ、ルノさんも引退したし、スカイがちょっと頼りないとこもあるんですけど、まあ、今んとこ3人で新入生入れて大人数で頑張っていければいいかなと思ってます、うんうん。そしてメグス D もね、今回ラジオでね、いきなり初登場で引退でもあるんですけど、はい、うん、実は裏のスタッフでいたっていうことだよね。そうですね、うん、いや、短い間だったんですけど、本当にもう3ヶ月ぐらい、うん、12月ぐらいから、うん、12月の興行から、はい、12月の興行から、はい、だったんですけども、十分プロレスの熱は伝わってます。お、すごい、いいことじゃん。いいことじゃん。すごいです。多分ほぼ無理やり参加させられたと思うんだけど。そうそう、無理やり、僕が多分だけど、無理やり参加させられたと思うんだけど、プロレスの良さが分かったみたいな。やりました、手伝えてよかったです。あ、いい、はい、AWA の頑張りが認められたってところもあるね。そうです、これがプロレスの魅力ですよ、ね、きっかけは無理やりでも、はい、いや、やった方がいいですよ、だから、うん、そう、誘われたら、うん、多分誰もが無理やりだよね、最初はきっかけは。そうですね、僕以外は多分そうだと思います。そうですね、寿司子なんてそうだよね。私もほぼ無理やりみたいなものだったの。無理やり、うーん、まあ、ほぼ SNS の出会いで、ワイズと僕だけです、今時。まあまあ、けど今日はね、その引退興行も振り返りつつ、まあ、これからの AWA の活動の話、はい、で春からこう愛知大学の新入生も入ってくるんで、はい、これに向けての作戦会議もね、していかなきゃなと思うんで、頑張ってほしいですね、うん、はい、頑張ります。この辺の話して盛り上がっていきましょう、はい、ということで今日のメッセージテーマは、まあ、3月になって春ということなんで、まあ、ベタに今日は春の楽しみでいきたいなと思いますんで、ラジオ聴いてる皆さん、春の楽しみぜひとも送っていただけたらなと思います。メッセージは sugar@843fm.co.jp sugar@843fm.co.jp、 そしてヤシノミ FM が聴けるアプリ FM プラプラからも簡単にメッセージが送ることができますので、メッセージ送ってきてくれたら嬉しいです。たくさん待ってます。
さあ1曲聴いていきましょう。ステタラッパーのナンバーです。おしゃれミドル。足元は576フォースワン、スウェードのキャンパスベイクさん、雨が降りそうならティンバーラン、自力で歩いてまた剣山、あれから運十年、空国ではない生身の中年、年中飽きずに白 T、 胸に控えめなロゴグラフィック、首がきついとかなんかかゆいとか、切るのにいちいち時間かかるとか、変に重いとか肩が凝るとか、音質効果にコンシャスですとか、ややこいのはノーサンキュー、イメージが大切、ゆるくでっかく寝巻き装い気のボーダレス、今日も部屋着でこの場にオンザセット足元定番クラシック、決まっている、止まっている、止まっている、決まっている、ベージュのチーノ、インディゴのジーンズ、霜降りグレーのスウェットパンツ、トレーナーはネイビーまたはオリーブ、軽くて小さく畳めるダウン、異常の定番オム限ループ、並ぶワードローブ、ラカオーバーキュー、時代は終わってまた始まって、知らぬ間に追い抜かれて過ぎ去って、春もん夏もん秋もん冬もん春もん。さあマンデーシカスポットをお送りしてます。シチャダラパーおしゃれミドルお送りしております。さあということでね、ツイッターの方でもね、ノマンさんがルノワールくん今日出演最後かってことでね、惜しむメッセージも届いておりますね、うん、いやありがたいですね、僕なんか惜しんでくれてありがたいです。そんだけラジオでも一応存在感を出してくれたってことだよね。いやよかった、1年間やってきてよかったなと思えるような言葉です。ほんとね、はい、デビューはほんと遅かったけどね、はい、濃い1年になったね。いや濃かったですね、うん、4年生がこんな濃い1年になると思わなかったです、うんうん、良かったですよ。いや良かったです、うん、本当にマチョ時代は団体でなく個体だったっていうね、そんなプロレス同好会がルノワールが入ったことにより団体になって、はい、うん、ここからさらにどんなビッグ団体になっていくか、それはもうこれ彼ら次第、彼ら、ね、うん、本当にあえてヘビー級何代目の王者になっただけ、まあ3代目です、3代目、はい、3代目がどんだけまた大きくしていくか楽しみです、楽しみです、はい、はい、今日メッセージテーマ春の楽しみ、メッセージ送ってきてください。 sugar@843fm.jp アプリ FM フラフラからポチポチしてください。お送りした曲ステタラッパーおしゃれミドルでした。マンデーシュガースポット、さあマンデーシュガースポット、時刻後6時15分になるところです。今日の相手はケンジブチとフロールコメダとドラゴンスカイとスメシダスシコとエグスリーです。よろしくお願いします。お願いします。今日のメッセージテーマ春の楽しみ、サクッとね、さっきあのルノワールが卒業旅行に行ったっていう楽しみを、はい、発表してくれましたが、いやバレちゃいましたね、シレッというつもりが、まあ、春の楽しみね、ここからだんだんと桜も咲く、そんな季節になってきますんでね、うん、はい、春は何が楽しみか、メッセージ送ってください。 sugar@843fm.co.jp アプリ FM プラプラからもたくさん待っております。さあということで、この時間は、その2月23日24日の金土、はい、AWA 愛知大学プレス同好会が主催した興行についてね、ちょっとまた振り返っていきたいなと思いますけども、はい、まずは23日金曜日、はい、豊橋に路面電車プロレス今年も開催、いや、はい、しましたね、うん、うん、どうだった？もう大盛り上がりでしたよ。大盛り上がり、いや正直、うん、同じ人は去年出た人に悪いですけど、うん、今年の方が面白かったかなと思います天気的にはちょっと雨が降ってたけど、はい、うん、でもね、大盛り上がり、その辺の影響はなく、いやもう寒かったぐらいです本当に寒かった、確かに確かに、本当に僕あの、うん、赤岩口で僕は優勝させていただいて、あなるほど、はい、2代目の、はい、インタビューを受けたんですけど、おテレビの、はい、テレビ局とか何の配慮もなく、うん、ね、雨の中ずっと撮ってて、僕上裸ですごい寒くて雨降ってる中ずっとインタビュー受けてて、うん、もう凍えながらインタビューに答えたぐらいですかね、うん、辛かったのは、まあ辛いとこでもあるし、シュールな映像でもあるよね。そういう結構上裸の人がブズブ濡れてる、はい、YouTube に上がってるんで、ぜひね、はい、愛知大学路面電車で調べたら出てくると思うんで、うん、どこのテレビ局からインタビューが、どこでしたっけ、あれ、メーテレと東海テレビ、東海テレビ、うん、
YouTube にどっちも上がってましたので、うんうんうん、まああの愛知大学プロレス同好会で調べるのかな、はい、れそれから路面電車プロレスって YouTube 調べれば、はい、路面電車プロレスも出てくると思います、うんうん、一番上に、うん、今調べた路面電車プロレスで、はい、あの検索してそのシュールなインタビューね、はい、シーンも見ていただけたらちょっと風邪ひきましたもんねさすがに寒い雨だったからね、うん、実際、はい、今年は実際どういう形式で路面電車プロレスをやったんですか、まあ、去年と似たような形で駅ごと入ってくるって形で踊ったんですけど、うんうんうん、駅を出発して、はい、うん、何が違ったかな去年と。去年と違ったのは天気ぐらいじゃないですか、ね、ほぼ一緒でしたね、うん、ハプニングっていうのはなかった。ハプニングは、うん、なかったよ。なかった、ね、なかったです。なかったです。なかった、はい、あのちょっとあのなんつうの、ツイッターとか X とかなんか SNS で見てたら、はい、あのハプニングかどうか分かんないけど審判がいなくて乗車してる人がありました。審判やってくれたみたいな。うちの後輩のね、もう一人アントワイス以外に、うん、ザ・イワオって子がいるんですけど、はい、寝坊しちゃって遅れてきたみたいな、うん、感じだったんで大変でしたね。観客の方にたまたまレフリーの方がいて、うん、見に来てくれたらレフリーやってる方がいて、その人がレフリーやってくれたんですけど2試合分、2駅分ぐらい、うん、面白いね。約2駅遅れて帰ってきて、うんうん、困ったもんですよ。困った、まあ、それがハプニングっちゃ、はい、ハプニングです。あともう一つありましたよね、うん、あの関西からわざわざ来てくださってたね、学生レスラーの方がね、あの電車乗り遅れて走ってくるっていう、そう、あるなんかもうダッシュで走って、競輪場前から走って、赤い岩口まで走ってきて、関西気分ですかね。すぐ寝て負けるっていう休んでいいよって。そのレスラーの名前はフェリス・ジェリコ女学院。フェリス・ジェリコ女学院ね、はいはい、関西の方でもちょっとテレビで密着されるぐらいの、まあ、話題の学生レスラー、はい、うわ、電車乗り遅れて、はい、乗り遅れて走ってくる、あの路面電車に乗れず、はい、赤岩口に頑張って走ってきて、はい、で、赤岩口 その倉庫と言われるような降り口のところの試合に参加したみたいな、うん、はい、そうです、うん、参加っていうかもう寝ただけです寝ていいよマットで僕が寝かしたら、うん、フォアフォールされて負けました何をしたかったのかな、うん、謎な瞬間があったと思うね。あ、でも大受けでした。まあ大盛り上がり、まあこれはあの本当に豊橋の伝統というか AWA の豊橋校舎の方の伝統として、うんうん、任したいです ね, ね, ね、来年もまた豊橋、ね、の伝統になってくれると嬉しいなと、やりたいですね、うん、頑張ります、はい、思いますが、まあそのメインの24日、はい、土曜日、はい、名古屋キャンパス初進出、初進出です、うん、のルノワール引退興行、はい、俺はね現状地も見に行ってね思ったけど、もう寒かったよ。僕は試合で寒くなるんですよ、うん、試合は暑いんですけど、うん、いや待ち時間すげえ寒かったね。でもお客さん結構来てましたよね。めちゃくちゃ来てた。席はもう満席だったよね、用意した椅子が、うん、あれプラス出して110か120ぐらい、130ぐらいはいらしてましたね。それぐらいの椅子出してたんだ、はい、椅子が、椅子だけで110、120あって、うんうん、2階あったりとかいたんで、うん、俺の目測では150か200と見てるんですけど、うん、素晴らしい。いや、そんぐらいいたと思うよ。それぐらいいました。それは、うんうん、すごい多かった。この興行はどういう感じで行われたか、東京7試合で結構でかいやつだったんですけど、うん、徐々にお客さんとか横に芝生広場があって、そこで見せた親子とかも、うん、いたね、見てずっと見てくれたんで、うん、誰も帰らなくて、うん、いい興行できたかなってのはすごい自分で思ってますね。ルノワールはもちろん最後のメインイベント、はい、メイン試合の引退試合を張ったけど、はい、スカイはこの日はどういう感じだったの？自分は、前半の第4試合目のメインイベント、うん、前半メイン、前半のメインとして、はい、うん、出ましたね。自分と同期の、うん、陳川選手がいるんですけど、うん、そいつとタッグ組んで、うん、他校の4年生相手に戦って、うん、まあ、自分が無事ね勝てて、相手の不意をついて、うん、なんとか勝てたんですけど、うんうん、うん、大変でした、ね、寒かったし、うんうん、今回ね、ドラゴンスカイはね、レスラータイプ的にはすごいアクロバットに飛び跳ねまくるみたいな選手ですけど、はいはい、うん、もうたくさん修行積んできた感じ、うん、そうですね、もうめちゃめちゃに練習して、うん、ガマゴーリだけじゃなくてね、他の何プロの方がいる名古屋のプロのリングで、そうそう、陰で最近ワイズと2人で練習してるんですよ。あ、はい、そうなんだ。もう特訓してて今めちゃめちゃ頑張ってます。あ、そうなんだね。、はい、ワイズくんもこいつ遠い中頑張っていって、うん、いや、すごいですよ、さすがですよ。火がついてるね、じゃあ、はい、今回もワイズくんもね、かっこよかったね。もうかっこよかったですね。引退興行で、うん、嬉しい。これ迫りましょう、引退試合メインイベント。いや、なんかメインイベントワイズやるつもりなかったんですけど、なんか乱入してきたんですよね、あいつ。50キロしかないガリガリがね、なんていうんですか、
ワイズさんはですね、覆面レスラーなんですよね、はい、私と36キロぐらい違うんですけど、うん、本当に本来ならば組まれないようなね、はい、あの体型の試合の中、うん、で1年生と4年生でチャンピオンとペーペーで、うん、ペーペー覆面レスラーの登場から覆面を投げ飛ばすっていう謎の行動がねあったんですよね。あれはもう三沢ミスハルを思い出させる。タイガーマスクをやめたけど三沢のような投げ方でしたよあれは、うん、いや本当だね。あれはかっこよかった。かっこよかった。やらざるなかったですよ僕は、うんうん、格にもちょっとかっこいいなと見えちゃったんですね、はい、うん、ぜひ YouTube でね、うん、僕がワイズをボコボコにする様を見てください、うんうん、今後上がるんだよね、はい、うん、今日から1本ずつ上げていくので、うん、7日後ですね、うん、だからちょうど1週間後、はい、1週間後の月曜日に、はい、メイン J が上がってくるということで楽しみかなと思うけど、ルノワールこの引退試合どう、悔いは残らずできた感じ？いや、できました、うん、うん、はい、その1試合目は やる予定じゃなかったペイペイのアントワイズと、はい、はい、まあルール的には他に、うん、本当は3人と試合するつもりで、うん、体力持たないから5分ずつでやる、うん、負けた時点で僕即引退マッチみたいな、うん、ベルトと引退かけて戦うつって言って、うん、まあ、一応僕あれ1防衛なんですよね、15分間あ、ちょっと今終わったからいいか、うん、防衛して引退したんで、うん、まあ、そこから延長戦やって、うん、俺がねやっぱ納得いかないで防衛して引退しても、うん、まあ、そこで燃え尽きるごとくスカイが、はい、かっこいいファイヤーバードっていう、こう2回転回ってやる飛び技を僕に決めて、うん、はい、もうなんかもうすっきりしましたね、うん、俺は任せれるぞとこいつに、なんでよかったなと思います。悔いはないです、うんうん、いや本当アクロバットな大技で決めてくれてね、はい、うん、嬉しいです。最後にふさわしかったですよね、あの飛び技は、うん、本当によかったね。あれ一応一防衛になるんだ。まあ、一応ルール的には、ね、ルール的にはそうだよね。ルール的には防衛です。防衛して終わるかなってところをスカイがこう挑発をしたわけだよね。そうですね、まあ、うん、まあ、お互いの問いがないですよね、うん、あんなんで、ね、そんなんでいいのかって、こ、うん、んな割でいいんだっていうことで延長を無制限でやって、うん、はい、引退試合なんで燃え尽きるまでやりたいと、うん、僕の思いもあって、うん、見事スカイが勝ったってことですね、はい、なんとか、うん、うん、と脇で見てたすし子さんどうでした？いやちょっとさすがに感動しちゃいましたね、うん、ワイズの時もそうでしたけど、でも実は注目ポイントがあって、すし子の激しいチョップが見えます。そうだね、あれは第一試合の女子よりも激しいチョップしたんだよね。重いチョップで、うん、意外とね、うん、しっかりしたチョップしてたよね、うん、練習した甲斐がありましたね、うん、前日、うん、練習と日頃の恨みが入ったから、 それもありました。だけどそれだったら多分ワイズとしてしたらもっと多いやつないチョップが、ワイズさえすし子があればすごいチョップ生まれるビッグメインイベントかな、うん、やばい、骨折れちゃうかもしれない。私も体格差だいぶありますから、ね、楽しいですね。メグスディジちゃんもどう？はい、どうやった引退試合？私音響係で、うん、ずっと音響のを担当してたんですけど、うん、あのちょうど最後のメインイベントだけはセコンドで見てたんですよ、うん、近くでね、かっこよかったですね。かっこよかった。はい、間近で見れる試合っていうのは、そうですね、どう、こう本当無理やり入って3ヶ月プロレスを3ヶ月して、はい、プロレスとはどういうものみたいな思った？どういうもの、うん、一番本当にプロレス知らない、はい、人と近い立場じゃん、はいはい、うん、確かに。そんな方から見てプロレスって何か教えてもらって、そう、私そうプロレス自体あんま見たことがなくて、うん、全くと言ってほど見て、うん、見たことがなかったんですけど、うん、だから初めはなんか投げ飛ばしたりとかして、うん、なんか荒々しい競技だなとかイメージで思ってたんですけど、うん、あのもちろんそうなんですけど、うん、なんていうのかな、なんか人がみんな観客の人が笑顔になったりとか、うん、結構なんか元気づけられる競技なんだなっていうことを、うんうん、私自身感じましたね、うんうん、本当そうだよね、はい、魂のスポーツですからね、やっぱそうですね、そうです、うん、面白かったです、うん、なので本当に無理やり見ても楽しめるみたいなところもあるのでこれからなんか興行がある際は本当フランクにちょっと興味なくても、そうですね、見に来てちょっと世界を知ってほしいですね、はい、うん、もう入場料無料なんで、もう気軽にフランと来てください、うん、そもそもがね、うん、うん、まあ、これでこれから新しい新生 AWA がまた始まっていくということでね、はいはい、これからどうなっていくか楽しみですけど、まあラジオを通して引退するルノワールから これからの期待すること、はい、ぜひとも教えてもらっていいですか？はい、うん、今度3月31日に浄水場でプロレスやらせていただくんですけど、あららら豊橋の、そういうのもあって、うん、そんなこと今後どんどん地域と密着して、うん、この団体を広めてほしいなっていう思いがあります。うん、これ大きくね、はい、どんどん大きくなって、これあれだね、年重ねるごとにプレッシャーは確かにでかいね、やることが増えてくるから、うん、だけど新しいことを恐れずにやってもらって、うん、どんどんやってほしいなと思ってます、うん、
まあ、これから時代が来たからルノワールのパワハラに、ね、そうですね、そういうのがなくなるから、まあ、パワハラがなくなる分、うん、自分も伸び伸びと、うん、だからまだなゴー君の初代と仏のルノワールって仙台を比べるとね仙台を比べると全然仏のルノワールですけどもみたいな、その通りです、それはもうそれはその通り、うん、とこもありますが、まあ、これからの新生 AWA もね、うん、これからもラジオでいろいろ発信していきましょうね、はい、はい、お願いします、お願いします、よろしくお願いします。さあということでね、一曲これ聴いていきたいなと思います。フレンズグッドタイム、私だけのファンタジー、靴ずれも気にしなくていい、 Sing, sing, sing a song、 Keep me to Tokyo Sweet, sweet music、 AM みたいに薄明かりに照らされて、二人の世界に響いてる、白昼のが夜のメロディー、フレンズグッドタイムをお送りしてます。ラジオネームうなぱいさんからです。聞いたことあって笑っちゃった、金城さん、ルノワールの小村選手、ドラゴンスカイ選手、すしこさん、めぐす、D さん、お疲れ様です。お疲れ様です。路面電車プロレス引退興行お疲れ様でした。ありがとうございます。ルノワール選手の試合もっと見たかったですと。あ、どうもありがとうございます。確かにもっと時間伸ばした限界のさらに限界を見てみたいってとこはあったかもしれない ね、 そうですね。デビュー短いし、そういう意味でも僕試合見たかったかなと思うんですけど、うんうん、短いからいいもんもあると思うんで、まあ、確かに噛み締めてってください、うん、2日間ともとても楽しかったです。春の楽しみはやっぱり学生プロレス興行ですねってことだよね。大好きだな、うなぱいさん。学プロ大好き、うなぱいさんだよね。プロ大好きですね、うん、名物おじさんみたいな、うん、そうですね。けど、ケンジミチの親族もね、はいはい、学プロの映像を見て、はいはいはい、こんなに本格的にやってる、びっくりしたわみたいに言ってて、いや嬉しいですね、そうやってもらえると。プロレス好き家系なんだけど、はい、ケンジミチを通して学プロという世界を知って、はい、びっくりしたって言ってた。嬉しいな、うん、世界もね、プロになっちゃうかもしれないもんね。いやなりたいですけどね。やりたい、なってほしいな。なりたいんだ。なりたいな。なっちゃうよ。なりたいけどね。怖いですよね、世界が。覚悟がね、いろいろとあるからね。そうなんですよ、うん、まあいろいろと芽生えたらそのまま直進していってほしいとは思うけどね。はい、応援はすごいしていきたいなと、うん、はい、僕も応援してます。応援します。これからルノワールの立ち位置はどうなるの？ AWA これでもいきなりほっぽりかすの？もう手伝ったりはする？まあまあ、これ行けたら行こうか。配属がまだ分かんないんで、うん、まあ、岡崎とか名古屋とかも配属あるんで、うん、だったらまあ手伝える限りはやろうかなと思ってますけど、うん、まあ、基本的には彼らに任せるんで、ね、うん、なんか手伝える、向こうが言われたらやろうかな。こっちから別に特にはなんかしないでおこうかなとは思ってます、うんうんうん、まだまだ頼らせてもらってますね。手伝えないかもしれないですけど、ね、まあ、温かい先輩としてこれからもよろしくお願いします、はいはい、まーす。多く企画フレンズグッドタイムでした。シュガースポット。さあということで、ここからは地元企業紹介シュガーリクルートのコーナーとなります。都営商工会議所学生就職情報センターの提供でお送りします。今日もね、就職フェア、そんなね情報をお伝えしていきたいなと思います。ちなみにいつもこうお伝えしております東三河学生就職ナビリクルーティング、今日かな昨日かなわからないですけど、最近X 公式 X が誕生しておりましたので、皆さんそちらの方もチェックしてフォローいただけたらと思いますが、はい、3月の14日の木曜日、ロワジールホテル豊橋にて東三河合同企業研究フェアNo.3開催されます。
いよいよ就活も本番スタート、地域で一番大きな合同企業研究イベントに出かけようということで、ロアジール鞘師に東三河の有料企業人気企業約80社が集まります。こちら参加して、5社以上企業ブース訪問すると500円分のクオカードプレゼント、そして当日 LINE 友達登録で漏れなくご当地のお菓子ブラックサンダー1箱プレゼントとなっております。ぜひともねイベント参加するには、東三河学生就職ナビリクルーティングのメンバー登録必要となっておりますので、こちらメンバー登録をして、就職フェア参加いただけたらなと思います。東三河の就活はここからとなっておりますんでね、東三河で就職したいと思っている方はぜひとも気軽に足を運んでください。以上ということで、地元企業紹介シュガーリクルート、このコーナー最初は会議所学生就職情報センターの提供でお送りしました。さあまたまた1曲寝癖グッドな音楽を。これって重症禁止ストーリー映画鑑賞やまない雨なんてないでしょ。 RPG ゲームみたいにでかいステージ目指してるけど SOS 気づけられずに序盤のモブでやられちゃって、ホットレグッドな音楽を歌い続けてみたらいい、落ち込んでネグセグッドな音楽を。ラジオネームうどん県大好き、今日のメッセージテーマ春の楽しみ、春の楽しみはテレビ改編ですっていう。おー、まあ、逆に時期やね、3月で終わる番組や4月から始まる番組をよくネットでチェックしています。だってテレビの改編を楽しみにしているのはこの今時珍しいみたいな雰囲気をちょっと感じてはおるけど、みんなテレビは見る、まあ、いや全然見ない、見なくなっちゃいましたね。そういうリアクションだよやっぱり、そうだよね、若者らしいリアクション。何を見てるの、むしろでもほぼ YouTube とかこう動画配信の方を見るようになっちゃいましたね。ってことだよね、もう改編どうこうじゃないみたいなところだよね。私は気になってましたけどね、ニュースぐらいしか見ないです。そうだよね。スカイは、まあ、ニュースも、ね、YouTube と、あのアニメ、アニメばっかり。あ、もうニュースなんか見ない。ニュースは見ない、見ないです。テレビも見ない見ない、見ろ、もうすぐ週刊なんだからそうだよ、大学生はニュース見ろよって感じだね。ニュースぐらい見なさいよ、学び未来を見てるんだから、いやー、まあ、けどニュースじゃなくても新聞とかで見るのもどうですか、ネットニュースとかでも最悪いいから、最悪いいから。いや、文字が嫌いだからなら映像のニュースを見て、頑張ります。大学生ぜひともね、ニュースだけはねテレビ見てテレビ離れしてると思いますが、あのニュースぐらいはチェックいただけたらなと思います、はい、うどん県大好きさんメッセージありがとう。お送りしていく寝癖グッドな音楽をでした。マンデーシュガースポット。さあということで、時刻午後6時35分回っております。こっからの時間はサーラカードのお姉さんのコーナーです。サーラカードの提供でお送りします。スタジオにはサーラカードのお姉さんゆきねえにお越しいただいてます。こんばんは。こんばんは、サーラカードのお姉さんことゆきねえと申します。このコーナーでは私サーラカードのお姉さんがサーラカードのお得情報やプレゼント情報を楽しい話題とともにお届けしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、2回連続 AWA と一緒にやる感じかな。そうですね、今思えば名乗り忘れた。あ、またの名を。夜遊びハンバーグと申します。お願いします。お願いしますお願いします。どうですか、プロレスは見たことありますか。あります、あります、うん、あの一度マチョさんがやってる時に見させてもらって、うん、仙台の時代だね。そうですね、仙台の時に見ました。みんなの
悩める先輩みたいな感じで悩める先輩悩めるなんでですか、まあ、なんでですか、まあ、一言で表せないです、ね、ヒールレスラーでもあるんで、うん、ナチュラルにヒールな分、ま、悪役だったってことで僕らの敵ですからね、うんうんなかなかなパワハラ先輩だったみたいな。そうなんですね。パワハラで済めばいいんですけど。セクハラやいろいろなハラスメント、ミスターハラスメント。言えないようなことばかり。ここやる気ましょう。結構やばいですね、うん、それは。まあまあプロレスの、ね、話も魅力もね伝わりながらいきたいなと思いますが、3月になりました。うん、春ですけども、はい、春といったら花粉症ですけども、皆さんちなみに花粉症とか大丈夫ですか？私は花粉症ではないと信じてます、うん、じゃあ花粉症だねじゃあ花粉症だねちょっと鼻水出るかなみたいなあじゃあ花粉症だね、うん、いやいやいや、うん、違います寿司子はどうですか花粉症めっちゃひどいですもう最近目が痒くてしかないそうなんだルノアールは俺なんか最近目覚めたかもしれないですあ、まあ、分かんないですどっちまだ病院行ってないんでただ風邪気味なのもあって、うん鼻むずむして目かゆいのは花粉症か風邪の目のかゆみがあるのは花粉症じゃないかでけどなんか、うん、最近沖縄行ったりとか、うん、雨降ってたりとかで、うん、ちょっと前ぐらいだったんですよ、うん、そういう最後だと今全然なんで、うん、分かんないですけど花粉飛んでるかも分かんないので、うん、どうなんだろうって感じです、うん、同じレベルだ私と、うん、判明するかどうかみたいなそうあの、うん、信じなければいや僕は信じないとこうと思ってそう魂の問題やからね、はい、気持ちの問題です魂で打ち勝てばいいね、はいうんまあ、花粉症の方もね、とても辛い季節が来たと思いますけどもね、うん、僕たちは、まあ、あんまり花粉症に悩んでないということで、はいうん、対策どうこうというのはアドバイスはできませんが、はい、まあ一個言うなら気持ちで気持ちであとまあ病院行くのが早いけどね、うん、いや、花粉症だと思われるのが一番早いです、うん、まあいろいろとね、対策していってほしいと思いますがまずこちら、フェニックスニュースも行ってきますはい、行きましょうはい、先にフェニックスニュース現在中地区首位キープしております、3月2日3日、つい昨日と一昨日ね、うん、やった試合ホーム戦では、去年優勝した日本一になった琉球ゴールデンキングスと戦いまして、はい、2連敗しましたあらやっぱ強いんですねさすがに強い、うんうん、そんな感じの試合でしたねけどまだ中地区では首位です、うん、で、まあ、まだまだ OK ということでそうですね、うんけど琉球ゴールデンキングスを倒さないとチャンピオンシップ行った時日本一になれるかどうかは分からないよってことですだけどもねっていう、うんうん、あんまり詳しくないんですけどまた戦う機会があるんですか、うん、今後まあ日程見てないんで分かんないですけど、うん、あるとは思うしチャンピオンシップといういわゆる日本一を決める、うん、そのトーナメントに出場した際、うんうん、多分琉球ゴールデンキングスは多分出場すると思うんですよねそこではやっぱトーナメント的にぶち当たった時になるほどリベンジが勝たないと日本一という座にはなれない、うん、なるほどどのチームにも勝たないと日本一になれないですからぜひ勝ってほしいうん、うん、ということでフェニックスというかバスケ情報には疎いゆきねえですけどもはい今日からこちらのニュースのコーナーもスタートしておりますはい、サーラカードといったらこちらジュビロ磐田ということでね、うん、ジュビロ磐田、ジュビロ磐田ニュースもお伝えしていきたいなと思いますはい、サッカー J リーグも2月の23日に開幕をしまして、うん今2試合行われております、はいジュビロ磐田1勝1敗となっておりますおー、うん、まあ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 開幕戦負けましたやっぱ強いですねはい、うん、強かったですけども3月1日の金曜日にやった、うん川崎フロンターレ戦では4対5で勝利というなんかサッカーではなかなか見ないような数字の試合をしているということで、うんうんうんまあ、勝ったということでまあ、よかったよかった、うん、で3月の9日今週の土曜日、うん、日曜日土曜日かな土曜日は、ホームで柏レイソル戦が行われますのでこちらも注目ということでおります、はい、ジュビロの方がまだ分かる感じですかユキネは、うん、同じぐらいどっちも分かんないけどねうん、いやでもやっぱ反省してるので私は、うん、見に行けますよ今度バスケおバスケ、はい、あ本当いつ24日、うん、土曜とあと27にあるやつ、うん、あとジュビロも行きますお4月3日あらららら本当ちょっと真面目にやろうと思っておく、うん、この辺のコーナー話せるよねみたいなそうそうそう応援していこうっつって、はい、会社的にもねっつってはい、ということでね、まあ、皆さんも応援いただけたらなと思います。サインフェネオ、ネオフェニックス、ジュビロ磐田、うん、皆さん応援よろしくお願いします。今日メッセージテーマ、春の楽しみなんですけど、ゆきねえは楽しみなんですか？なんだろう、でもやっぱ王道なんですけど、うん、お花見ですね。お花見、いいワードが飛んできましたね。お花見は何するの、ちなみにゆきねえは
まあ、主に食べるんですけど、うん、食べる花を見ながら花を見ながら食べる、そう、おー、これなんか AWA からおすすめの楽しみ方ない？なんかお花見といえばね、3月31日にスカイさんなんかあったよね。そうですね、花見って言ったらプロレスしかないです。花見ながらプロレスとかできたらすごい素敵だと思いませんか？確かに3月31日にお花見プロレスが決まっておるんですよ、はい、いいワードで出しましたね。待ってましたよ、ありがたいです。だけど花見見ながら、花見ながらプロレスっていいよね。なんか花見ながら、ね、ないですね、うん、ご飯食べながらね、ねえ、お酒はダメみたいですけど、うん、ジュースとか飲みながらみんなで、どこでやるのそれは？豊橋市のお高の浄水場、うん、路面電車の終点の赤岩口から歩いて5分ぐらいのところでやるみたいです、うん、なるほど。まだ下見にも行けてないのでちょっと分かんないんですけど、うん、それは市から依頼が来たってこと？ちなみに市からオファーいただいて、すごい、 桜がものすごい綺麗に見えるところらしいので、うん、いいですね。ぜひ来てください、うん、見に行くとお水ももらえるんだよね。そうですね、うん、オリジナルデザインのお水がもらえるみたいな。面白い、うんうん、それだけでももらえる。そこに花見見に行くのどうですか？、まあ、ありあり、全然ありですね。普通にいい、面白そう。2日間だけ限定公開みたいな。そうなんだ、はい、そもそも普通は入れないような場所を、普段入れない場所を限定で公開して、すごい、イベントの一環としてプロレスを、普段入れない場所だけど、うん、お花見のシーズンすごい綺麗だからってことで公開してくれるんだ、2日間だけ。軽い食べ物的も出たりするのかな。そうなんですかね、けどあったら素敵です ね、 ね、食べたい、欲しいよね、うん、何が欲しいですか、食べ物だとしたら。花見だと、でもやっぱ私はお団子ですね、うん、団子、団子、三色団子は、うん、三色のピンク、白、緑、あ、そう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 、やっぱ春に食べるからこそあれはもう美味しいっていう、うんうんうん、感じますね。僕はけどみたらし団子がいいな、美味しい。俺は絶対甘いもんじゃなくて、うん、食事系しか食わない、うん、唐揚げとか。唐揚げね。あとはまあお好み焼きとか、たこ焼きとか、たこ焼き、まあ、そういうなんか腹にたまるものしか食べないようにします、うん、うん、いいね。はい、まあ、それ言ったらもうゆきねえがどんなキッチンカーでも産んでくれますからね。任せて、うん、嬉しい、何でいいかな。本当に任せていい感じなの？ワンチャンある。例えばどういうつながりがあるんですか、キッチンカー。紹介、地元キッチンカー的になると、なんかあの武蔵グループさんが、うん、キッチンカーを始めようとしてるっていう噂を今耳にしてて、これラジオで話していいかとか分からんけど、確かにちょっとダメかも、うん、みんな噂レベルでしょ、記憶を消して今やばいやばい、ちょっと噂ね、本当に噂なんですけど、うんうん、なんかそういう、まあ、そういう感じのものがあったりするかもしれないかなと思って、そう、うん、ね、ちょっと内緒です、今の皆さん。、うん、まあ全然いいんじゃない、うんうん、みんなつぶやかないでね。そうですね、ね、うん、まあお花見プロレスがあるところですね、はい、うん、新しいお花見の楽しみ方、春の楽しみ方、うん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 、お花見プロレス、うん、まあ、これ AWA 愛知大学プロレス同好会の SNS に載ってますんでね、はい、いや、びっくりしたよ、これ本当に。私もびっくりしました。いや、俺もびっくりしました。みんなびっくりしました。なんかあんま決まってないよぐらいの感じが、寿司子からしか来なくて、うん、ただなんか女水場の方がツイートされてて、うん、ああ、やるんだ、やるんだ、そうなんだみたいな、そうなんだ、本当にやるんだって私たちもびっくりしてる感じなので、はい、告知を目で知ったんだ、みんなも告知を受けて、なんかやるって話はね、聞いたけどね、はい、ですけど、あ、本当だったんだみたいな、やるしかねえぞみたいな、まだいろいろ決まってないので、うん、今後お楽しみにって感じ。また大忙しでね、僕卒業旅行もあって、うん、卒業もしてるんで、彼ら2人が今回面白いのやってくれると思うんで、頑張りましてください、そっか、引退しちゃったのか、はい、引退しちゃいました、うん、あらあら、あ、そうだよ、なのでルノワールと会うのは今日で最後ですよ、ラジオで言うとね、でラジオで言うと、ラジオで言うと、はい、うん、プライベートはいつでもね、OK なんで、いや、まあでもいつか強制的に出てもらいます、そうです、やっぱりそこは休みの時とかね、卒業させてください、絶対。ちなみに春の楽しみ、純粋に他ない？みんなは春の楽しみ、あ、まあ、OK、やっぱ人と人付き合いが好きなんで、うん、新しい人といっぱい会えるのは僕すごい楽しみにしてますから、ね、うん、出会いの季節ね、はい、特に僕新社会人になるんで、うん、どんな子がいるのかな、同期に行ってすごい楽しみですね、新社会人、新社会人になるルノワールとメグスとリーちゃん、先輩がいるんですよ、新社会人になってる経験のある、お何かお悩みありますか、新社会人として、ある、やばいやばい、あるか、お悩み、意外と悩みないんですよね、僕ら、あー、能天気で、ね、それが一番いいけど、結構すぐ仲良くなりましたか、同期の方とか、うん、私は結構人見知りタイプなので、はいはいはい、あんまりこう
ぐいぐい人とは絡まないタイプなんで、はい、羨ましい、そういう性格が。人見知りの方にぐいぐいと嫌な顔されますか？そうそう、いや、私は来てほしいタイプなので、うん、あ、じゃあ、そうそうそう、僕最初うざがられてもいいんでぐいぐい行きます。だからぐいぐい行くタイプの人は人見知りの子にぐいぐい行ってくださいとかね。そうそうそう、社会人いいアドバイス受けました。そういうこと、うん、ガンガン行きます。なんかあるね。同期の子と仲良くなれますか？まあそのリアクションはもう微妙だよね。もういや同期の動きだ、悲しみますよ。確かに。そうなんだ。まあ、うん、なんか性別とかにもよるし、相手のタイプにもよるから、ちょっと一概には言えないですけど、うん、見てはいけないようなこと聞いたような気がするけど、闇を、一気に闇をさばいてしまう。いやいや、そんなことない。まあ、人によるってことですね。そうですね。同期と仲良くなるかどうかはね。きっとなれます。うん、今日その辺のアドバイスはケンジブチも答えてみたいとこだけど、はい、ケンジブチ同期がいないから答えれないっすわ。あ、うん、同期ゼロなんで。あ、うん、同期って結構ライバル感もあるじゃないですか、うん、同じに入るんで、まあ、どううまくやっていくかとかね、うん、ありますよね、うん、まあ悩んだ時はまたラジオに悩み相談に来てください。その時は僕は送っときます、うん、はい、ラジオにメッセージね。ケンジさん困ってます、会社で。答えれるものは答えていきたいなと、うん、いや送ってきます。インスタとかでもなんか見たら、あ、送っとこう、うん、ぜひぜひこのコーナーに送ってください、私がいる時に、うん、そう、このコーナー地味にそのお悩み受け付けておるんですよ。そう、最近そう言ってなかったんですけど、全然来ないの。確かに言って、いや、ちょっと雪に不安ですけど、ねえ、そんなことないです。人見知りだし、いや同期とはつって、ね、ちょっと不安になるような。けど、あの立派に社会人ずっと積んでますんで、先輩ですね。そうですね、大先輩です。大丈夫です、安心していきましょう。いや、安心して相談します。これからも、はい、おっと、こんな話してた番組もね、終わり迫っちゃうんで、お知らせの時間に行きましょう。はい、今日はどんなお知らせありますでしょうか？はい、今日は先ほど言ったバスケとサッカーのプレゼント企画やっております。最高じゃないですか。そうなんです、うん、まずバスケの方からいきます、うん、こちらが、3月23日24日に試合がございます。サンエネオフェニックスとサンロッカーズ渋谷の試合が、これが2日間あるので合計60組120名様にプレゼントいたします。うん、私も行こうかなと思ってるやつですね。それね、ちょっともらっちゃうってこと？ずるいっすよ。違うよ。違います、違います。まあプレゼントしっかりと、はい、 そう、うん、そしてもう一個が、うん、3月の27日水曜日に試合がございます、うん、フェニックス対シーホース三河の試合、こちらは30組60名様募集しております。うん、はい、これも行けたら行こうかなと思ってます。めちゃくちゃ多いじゃん、この。そうですよ、うん、めちゃくちゃ当たるじゃん。そう、めっちゃ多いので、うん、とりあえず応募した方がいい。とりあえず応募した方がいいですね、うん、はい、で、サッカーの方は、うん、4月3日これもヤマハスタジアムで行われるアルビレックス新潟との試合、うん、こちらが15組30名様にプレゼントしております。おー、うん、これ私が行こうと思ってるやつ。でも何、一組分もらっちゃうとか。そんなことしないです。皆さんの分はちゃんと取ってありますので、うん、はい、まあサッカー、バスケ、今サーラカードプレゼントたくさんしてますんでね、はい、応募いただけたらと思いますけども、お願いします。サーラカード作るときにめちゃくちゃいいものが始まったみたいですね。そうだった、うん、大事な案内が、はい、今の新生活応援キャンペーンというキャンペーンが3月から始まっておりまして、うん、通常500ポイントのところ2500ポイントがもらえるというキャンペーンになってます、うんうん、おー、そう、プラス2000ポイント前回の時に来ました。あ、そう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 、うん、作るならもう少し待った方がいい。そう、うん、今です、今が時です。皆さん、はい、作ってください。皆さん今作ればポイントがたくさんつきます。それポイントが貯まるとどうなるんでしたっけ、サーラカードは。5000ポイント貯まりますと5000円分のギフトカードとして還元しておりますので、うん、面倒な手続きなしに嬉しい特典がもらえるというものになってます。ポイントを消滅することがないってことですね。そうなんです、うん、必ず5000円の金券となって戻ってくる、うん、ということなんでね。そうです、はい、まあ、ちょっとズボラだなみたいな自覚がある方はぜひとも、はい、サーラカード作ってポイントたくさんもらってほしいなと思います。すべて今言ったことはサーラカードとね、カタカナで検索すればホームページ、SNS、はい、もろもろいろいろ出てきますんでね。そうですね、こちらから見ていただけたらなと思います。はい、最後にユキネ、今日ルノワール一応ラジオ引退式なんで、うんうん、最後なんでルノワール君やこれから新社会人になるみんなに向けて、はい、メッセージをいただけたらなと嬉しい、お願いします。また無茶ぶりを思います。いや、でもルノワール君は本当にしっかりされてるので。そうだよね、どこに行っても
やっていけると思います。噂ではサーラカードに入社してほしいみたいな噂が一瞬流れたからね。そうそうそう、本当にちょっとヘッドハンティングしようかなみたいな。あ、まあ、大変だったらすぐ行きますそうそうそう、なのでね、皆さん、前向きな気持ちで、頑張っていけたらなと、言っていただけたらなと思いますので、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます、頑張っていきます、前向きに頑張ってくださいと、久しぶりにゆきねえからありがたい言葉いただきました。久しぶりってはい、ということで次回のサーラカードお姉さんのコーナーは3月18日となりますのでね、はい、この日もお楽しみしていただけたらなと思います、サーラカードお姉さん、このコーナーはサーラカードの提供でお送りしました。ゆきねえ、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆきねえ、相談があるんだけど。ケンジさん、改まってどうしたんですか？サーラカードのプレゼント企画に当たらないんだけど。そりゃ当てないですよ。ケンジブリッジに当たらない分、リスナーにチャンスあり。プレゼントの応募はサーラカード LINE 公式アカウントから。サーラカードで検索。さあ、1曲お送りしていきましょう。春のナンバーです。あいみょん、春の日。思い出話と思い出ふかし、腰掛けたベンチで僕らは何も見えない未来を誓い合った。寒さにこらえた木々と猫がまるで僕らのことで日お送りしております、サーラカードお姉さんのコーナーではね、新社会人に向けてとにかく前向きにいれば大丈夫だよというそんなアドバイスをもらいましたけども、これから4月になって新社会人になるルノワール、そしてメグス D ちゃん、どう、ちょっと励みになった？なりましたね。なりました。2人は実は心配ないけどね、もう結構全然心配ない。そもそもがしっかりしてますもん ね、まあ、これからね、あの新社会人になる皆さん、残り1ヶ月のあの人生最後の長い春休みと思ってね、いると楽しんでほしいなって思います、はい、お送りした曲、あいみょん春の日でした。はい、ということで番組が終わりに近づいておりますけども、改めて3月31日日曜日、お花見プロレス、もう一回ちょっと情報教えてもらっていいですか？そう今言える範囲の決まってるやつは、場所は豊橋市のお鷹の浄水場ですね、そこで時間は10時から15時の間で、まだここも詳しくは決まってないんですけど、午前と午後の2部制で2回興行をやる予定になってます、なのでとりあえず10月31日の10時から3時っていう時間を空けといてくれれば OK、はい、他にも浄水場見学できるイベントとかもあるみたいなので面白いと思うので、ぜひ1日空けといてください。アカデミックなイベントに呼ばれそうだね。そうですね、ちょっと緊張しちゃいますね。面白いなんか、面白いですね、はい、なんかあのなかなか組み合わさないような組み合わせが、世界初じゃないですか、浄水場で。僕は引退したら浄水場の見学の方に行こうかなと思います。この AWA と言ったら世界初っていうのがね、たくさんあるところだよね。路面電車も世界初、浄水場、浄水場は世界初って。面白いね、いいと思います。変なとこでプロレスする集団になっていっちゃうかもしれない、これ言ったらマジ県立道の駅とかでやってほしいんだよな。道の駅大変ですよね。
前回のアンケート、あのアイプロの後にアンケート取ったんですけど、うん、どこでプロレス見たいですかって言ったら、うん、道の駅が3軒ぐらい入ってたんで、そのうち1軒県事務地だよ、うん、あと名古屋ドームとかもね、あ、ありますね、大須商店街、うん、あります、大須商店街とかもいいよね、うん、やりたいですね、商店街プロレスは、うん、やりたい、聞いたことあるんで、ね、文化でしっかりしてるもんね、はい、うん、商店街プロレス、豊橋言ったら時はアーケードと、あー、いいですね、いいですね、やっぱり来年以降どんどん豊橋にまず根付いてって、うん、そこからどんどん豊橋から愛知全体へ行けるような団体になってほしいなと先輩からは思います、うんうん、はい、あ、いいね、最後に先輩からの言葉、はい、それってことですね、はい、まず豊橋、はい、じゃあそれを受けた後輩スカイアンサーを、頑張ります、弱い、もうプレッシャーがどんどん、うん、弱い、じゃあ後輩寿司子アンサーを、いや、もう頑張りますとしか言えない、ワイズに任せようかな、もう魂はありますからね、ハートあるんで、はい、うんうん、みんなあります、魂は、うんうん、はい、じゃあメグスとリーちゃんも3ヶ月の間でしたけど、後輩に向けてどうですか、はい、頑張ってください、弱いよ、弱いな、思いが、うん、健常一はね、みんなが頑張ってこう活動していく限りはこう支えていきたいなと思ってるんで、お願いします、ありがとうございます、熱意だけはすごいある、うんうん、いつかここでもプロレスできたらいいですね、ここやってほしいよ、そんなで、うん、壊しちゃうかも、リアル言ったら昔だったらその隣に事務所じゃなくてフリースペースだったからできたんだよね、はい、あ、この時代にやったらよかったね、ここじゃダメですか、ブースじゃ、うん、ここちょっとビストだよね、チョップの打ち合い、シャレにならないです、チョップの打ち合いしかできなさそうだよね、確かに、キロマンいつかやってほしいなと思うんで、はい、もろもろ、まあ、ルノワールはこれから検事部一と同じようなポジションとして、うん、あの深く見守っていきましょう、はい、暇あったらね、うん、行きますんで、お願いします、はい、まあ、ということでこれからも、春から愛知大学になる皆さんも AWA にぜひとも入ってほしいなって思います、はい、最後にね、メッセージ、天下変態ドラゴンスカイのメッセージってことで、あら、横にいる人、横にいるやつが、お悩み、先輩が卒業してしまいます、どうしたら卒業を食い止められるでしょうかっていう、俺はもう文春になんかダークな情報流すしかないよね、あー、なるほどそういうことか、そんなことしたら俺も手伝わんぞ本当に、一切手伝わんぞ俺は一番合う、まあ、仲良くやっててください、はい、はい、ということでマンデーシュガースポット、この番組はサーラカードの提供でお送りしました、はい、この後19時からチャージのチャランポラお楽しみください、ここまでのお相手はケンジブチショー、今のコメダとドラゴンスカイとメシダスシコとメグスリーでした、また来週お会いしましょう、ルノワールド、そしてメグスリーちゃんと今までありがとうございました、いや、ありがとうございました、これからもね、よろしくお願いします。